みなさんこんにちは、ベンコイガールズのゆうきりんです。今日はですね、なんとゆうきりんのお料理事情をやっていきます。最近料理をすることが増えたんですけど、本当にゆうきりんが作ってるのっていろんな方から言われるので、じゃあ今回は動画にしてみました。早速ニラを切ったり、お出汁を入れてスープを作っています。結構手慣れてるでしょ。ほら、本当に作ってるんですよ。味見をして、いいね。さあ続いて卵を溶いてます。白身をよく切って、これをスープの中に入れるんですね。いいよいいよ。そうそう、またニラを切り出しました。これをスープの中に入れます。完成、ニラ玉スープです。美味しそう。さあ続いてはメインを作っていきますよ。まずは長ネギを切ってます。どうよどうよ、手慣れてるでしょ。豚バラってお肉も切って、お、タレを作り出しました。ちゃんと測って入れて、あー、まあいいか次は醤油。大丈夫かな、あー、やっぱりやった。基本細かいことは気にしないです。はい、お出汁入れてよく混ぜます。はい、続いて炒めます。真剣ですね。おお、いい感じ。おいしそうだね。何やんの？えい！あ、でもできる。すごい無理とか言いつつもできました。はい、気持ち入れます。なんかこう見ると雑だな私。作ったタレも入れて、味見大事ですよ。熱々熱々熱々いいんじゃない。うまっ。お、ここでマリア登場。どうも、お風呂上がりですいません。マリアはいつも隣で手伝ってくれてます。さあ盛り付け。わあ、美味しそう。湯気がもく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 。さあまだまだもう一品作るよ。ではチキン入りのだし巻き卵を作ります。だし巻き卵ね、基本だけど難しいんだよね。今日はできるかな。ふわふわにできるかな。お、でもいいんじゃない。そうそう、おばあちゃんが教えてくれてる。ゆうちゃん最近さ、料理するようになって上手？上手だよ。見栄えもするようになってきた。あ、見栄えもする。それならさ、前はだらしがなかったけど、なんかだん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 見栄えが暴露された。できました。おいしそう。いただきます。